はい。皆さん、こんばんは。今日プロユーチューバーのカツッパーです。新年明けましておめでとうございます。では、2022年一発目の動画はですね、ハッピーハッキングキーボードプログラミングコンテスト2022ということで、ABC235 相当の実況をしていこうかなと思います。今年もよろしくお願いします。はい。じゃあ、また、えー、8問ですかね。A から G と、あと EX に変わったんでしたっけね。それを解いていきましょう。 いつも通り最初の4問を1つの動画、それ以降は解ける分だけ動画にしていくというふうにしていこうかなと思います。では最初の1問目、A 問題。ローテート。3つの数字 x, y, z をこの順に並べてできる3桁の整数を x, y, z と表すことにします。どの桁も0でない3桁の整数 abc が与えられるので abc たす bca たす cab を求めてくださいということで、 まあこれは実際に abc と bac と abc と cab を作ってもいいですし、まああとちょっと考えればわかるんですけど abc たす bca たす cab っていうのは、これは a たす b たす c×111 っていうのがわかるので、まあこれを計算してもいいです。 本当にどちらでも大丈夫です。ただ、んまあ、どちらにしても、もうえー、文字列としてもらった ABC を分解するみたいな作業が必要ですね。ABC イコール、じゃあ普通に文字列としてもらいましょう。で、それを一桁ずつに分解します。で、それぞれをイント型に変えます。で、そのサムを取ると、えー、サムを a b C になります。で、それに111かければ答えになるので、これをプリントすれば OK です。 はい。じゃあやっていきましょう。Python さん A.Py。123。666ですね。999の場合は2997ということで、ワンライナーで、えー、解けました。c l i p e グゼに A.Py を貼り付けます。Python ですね。はい。じゃあ次 B 問題です。クライミング高橋。N 個の台が1列に並んでおり、左から I1 目の台の高さは HI です。 高橋くんは最初左端の台の上に立っています。高橋くんは高いところが好きなので、次のルールで可能な限り移動を繰り返します。今立っているのが右端の台でなく、かつ右端、右隣にある台の高さが自分が今立っている台より高いとき、右隣の台に移動すると。最終的に高橋くんが立っている台の高さを求めてくださいということで、えーと、まあ、とにかく右に高い限り、高くなる限り動いていくということですね。 ま、あこれを実際にやってみればいいでしょう。で、たかだか右端に行くまでの N 回移動するだけなので、まあ、N 回 IF 分を回してあげればいいということになります。今、高橋君がどこに立っているかというのを、えーまあ、変数か何かで持ってあげて、それを逐区一更新してあげましょう。こういうときはホワイル分が便利です。N イコールイントのインプット。ま、えっと、違いますね。まあ、あ、そうか、あと1桁しかもらわないので、これで OK です。で、まず、えー h だったかな ?h イコールリストのマップのイントのインプットドットスプリットですね。で、高橋くんが今いる場所は0番目です。配列の。で、ホワイル、ナウが、まず右端にいる場合はもう動く必要はありません。動くかチェックをする必要はありません、ね。で、右端にいませんということで、アンド。まあかな、か一つ、身ドがナウプラス1なんで、これが n 以下というふうに、n 未満というふうに見てもいいでしょう。で、さらに、h カッコ、ナウより、 そっちの方が大きい。これはイコールは含むんでしたっけえー、っと、右の何に、高さ、自分が、自分が今立っている台より高いときなんで、より高いって書いてあるから、イコールはダメですね。高いときに、なお、プラスイコール1します。はい。で、最後に、プリント、今いる高さの台と。うん、今いる台の高さですね。Python 3B.Py と。えー、こちらは、えー、入力で1だと10ですね。入力で2だと最後まで行きますと。 これ、えっ、ー、と、注意点としては、一番右端にいるときは、もうこれ以上チェックしないというのを入れないと、えー、言語によってはオーバーフローするし、まあ言語によらず、まあオーバーフローしますかね。で、気をつけてあげてください。あ、最後の入力でやってなかったまあ大丈夫でしょう。はい、これ、イコールが、あ、イコールがあるだけか。はい、はい。はい、じゃあ次、C 問題です。The case time query。長さ N の数列 A があ,あります。 以下で説明される9個のクエリに答えてください。クエリ i は、整数の組 xi, ki が与えられます。a の要素を a1 点テケテ前から順番に見ていったときに、数 xi が ki 回目に登場するのは、a の前から何番目の要素を見たときかを出力してください。ただし、条件を満たす要素がないときは、マイナス1を出力してください。ということです。はい。これはですね、要は、各数字について、 数字って言っちゃう。あ各値について、えー、っと、まあ、出現なんで、アピアランス、アピアランス、なんか、X ってやると、これは X が、えー、A の中の何、どのインデックスに現れるかっていうのが入ってるというふうにしましょう。えー、っと、例えば、3、1、4、1、5っていうのがあったら、アピアランス1っていうのは、 えっと、ま、ロインデックスいきますけど、0、1、2、3、4だから、1個目と3つ目にいますね、みたいな。こういうのがあれば、クエリ XK っていうのは、ま、アピアランス X のケ番目の要素があれば、それ。ま、K というのはゼロインデックスですけど、っていうのを見てあげれば OK です。はい。で、えっと、ほとんど、ほとんどというか、ま、これはアピアランス自体はこ、あの、詰まってるわけじゃないので、えっと、X が10の9乗種類ありますから、アピアランスを配列で持たずに連想配列で持ちましょう。ここだけ気をつけてやっていきます。 レソー配列っていうのはパイ、あの、Python で言うと普通にディクショナリーってやつですね。えー、C 言語とかだと、C++ だとセットとかマップ、あ、マップか。マップと言われるものです。インプットドットスプリット。で、A はリストのマップのイントのインプットドットスプリットにしておいて。で、えっ、ー、と、一旦アピアランス作りましょう。アピアランスは、えぇ、ー、から、お、ちゃちゃ、こういうやつですね。はい。で、えっ、ー、と、for, i, in, レンジ n してアピアランス a n あ,、まあま if, まず value っていうのは絵かっこ合いです。if value がまだ not in, appearance まだ appearance アアに、えー、いないならば appearance アアにはまだ appearance、えー、アアバルっていうのがないですからこれに空っぽのイルを突っ込んであげましょう。で appearance アアドットバル .append 合い、合い場に出現しますよというのを入れてあげれば OK です。で、あとは for 何とか インレンジチュってしてあげて、X と K をもらいましょう。リストのマップの、イントのインプットとスプリットと。はい。で、まず、IfAppearance()、ま、あこれがないことがあるんで、IfX i n a p p e a r a n c e ピレンの Appearance() app app X が、これが K 以下だったら、プリント、アピア。 ランスカッ X のカッ形式ってですねで。入力の時 K は1インデックスで与えられますから0インデックスに直してあげましょう。そうじゃない場合はありませんからプリントマイナス1です。で、終わりですね。はい、じゃあ試していきましょう。入力例1はこちらです。はい。マイナス1、マイナス14で怒られると。リストインデックスアウトオブレンジだそうですと。レングスが K 以下なんだから、 K-1 はあるだろうって思うんだけど、えー、どうしたもんでしょうか ?K が0なんですかねプリント K。はい。はい。あー、K だよと。はい。K4 ですね。で、アピアランスははい。あー、ほんとだ。レン、あ、そっか、逆だ、逆だ。これは、これは大嘘をつきましたね。逆向きでしたね。ちょっとね、ボケてたかもしれません。こうですね。はい。 で、ちょっといろいろと、こう書いてあげて、はい、014。ああ、で、これあれですね。1インデックスだから、まあ、ど,どうしゃってもいいけど、まあ、世の中すべて0インデックス扱って、入出力の時にすべてをずらすというふうにしましょう。まあ、だからそういう点では、こうなのかな入力、入出力の時にインデックスいじるとすると、こういうふうにするのが行為いいかもしれませんね。125-136-1-1なので合っています。 はい。次はこちら。2のマイナス1です。待ってます。というわけで、これを提出していきましょう。Python ですね。Python ですよ。はい。じゃあ、最後。あ、この動画最後の t 問題やっていきます。Multiply and rotate。正の整数 n があります。また、黒板に1個の数が、えー、受,信受信表記で書かれています。黒板に書かれている数を x としたとき、高橋君は次のいずれかの操作を行い、黒板に書かれている数を変化させます。 X を消して、X を A 倍した数を受信記憶へ新たに書き込む。もしくは、えー、X を文字列とみなして、列の末尾の数字を文字列の先頭に移動させると。ただし、この操作は X が10以上。しかも X が10で割り切れないときにしか行えないということなんで、まあ、0は移動できないよということですね。はい。で、例えば A が2で X が123であるときは、高橋君は次のいずれかの操作を行うことができます。X 消して、A 倍して、こう。 X をモジュレスと見なして、3を先頭に持ってくるとね。そんな感じですね。で、はじめ黒板には1が書かれています。書かれている数を N に変化させるには、最小で何回の操作が必要ですかと。ただし、どのように操作しても書かれている数を N に変化させられない場合は、マイナス1を出力してください。ということでした。はい。これはですね、N が、ああ、10の6乗なんですね。はい。これ基本的に数字はですね、あ、まあ、 えー、ローティートするとちっちゃくなるのかもしれませんけど、桁数が減ることはないので、まあ、だから途中経過も6桁以下なんですよね。だから6桁の数字全てについて、次はここに行けるみたいなのをやればいい。というか、まあ、普通に BFS をすればいいということになります。まあ、つまり N を超えてしまってもいいんだけど、N より大きい桁数になった瞬間にもうその人望みがないので、このね、X が0の時行けないから、桁数減ることはないんです。ので、えー、BFS をすれば OK です。はい。 じゃ、BFS を書いていきましょう。d パ y と。だから次の行き先っていうのが A 倍した値かもしくはローテートした値なわけですね。はい。まあ、普通に文字列として管理しておきましょうか。ローテートしやすいんで。A はイン t のイン、あ、A と N が空白切りでは与えられると。ああ、じゃあちょっとマップのイン、マップする前に input.split しておいて、まあ、A は int にしておきましょう。 で、n は、まあ、n の桁数を超えないようにってことで、えっ、ー、と、じゃあ、あ、まあどうしようかな。まあ数字でいいか、じゃあ普通に。数字でもしましょう。n イコールリストの、マップの、イントの、インプット、スプリット。リストにする必要はなかったですね。マップの、イントの、インプット、スプリット。はい。で、えっ、ー、と、まあ、q を作りましょう。えっ、ー、と、from, collections, import, で、q と。はい。 で、ポップ Q、まあ、あえっと、まあ、Q は、イコール、で Q というふうにしておいて。で、ディスタンスを作りましょう。ディスタンスは0、ってま、来たことないところはマイナス1にしておいて、かける10の6乗以下だから、高田から桁けたわけですね。999999が最大値ですから、10の6乗を、突っ込んでおきましょう。で、ディスタンスカッコ1が0ですね。で、9、 ドットプッシュ、アペンド、1しといて、スタートです。えっと、ホワイル、連 Q が0、6期間。えー、Now は Q.PopLeft ですね。で、えっ、ー、と、Now の次っていうのは2種類あって、まず A 倍したやついきましょう。えっ、ー、と、まあ、NowA は Now×A です。で、IfNowA が竜の6乗、 よろっきい時はやめましょう。逆に、えー、それに言は、次の場所でこれ突っ込んであげて、リスト t r o c k a イコール、あーで、そうですね、and、さらにその行き先がね、ifnow、d i s t r o c k a がマイナス1だった時ですね、まだ行ったことないよって時は、リスト t r o c k a イコール、リスト t r o c k プラス1にしてあげて、急にアベンドしてあげると。しますで、次が、ローテートしたらですね、ローテート、 now, rotate は、まあ、まず、そもそも if, これ now は整数ですよね。if now イコールイコール、now パーセントイコール、イコールイコールゼロだったら、まあ、コンティニーンですね。で、10の倍数じゃなかったら移動できるので、えー、now は一回ストリングにしてもらって、で、えっ、ー、と、now あ、そっか、で、一桁だとこともあるんで、and now あおは、ナウが10の倍数か10以下だった場合は、やめてもらって。で、その後、ナウは、ナウの一桁前より、あ、違う。一桁、最後の一桁、プラス一桁目まで。あ、最後の一桁目までって、こんな感じかな。はい。で、これをインド型にしたやつですね。はい。で、あとは同様のことすればいいです。これと同じことを。はい。で、ここの、 な、なう no, というか、なうローテーはい。で、あと、このなうえをなうローテートに全部変えてあげれば完成ですね。はい。で、こうするといず、いずれ全部埋まるので、if, list, あ、ってかなかったらマイナス1で、like はいいんでしたっけいけないときはマイナス1なんで、このままでいいです。print, list, n。はい、出来上がり。python3d.py と、うん。 やっていきましょう。372はうん、なんか怒られた。えっと、list indices must ジ e i n t e g e イ s or slices not so string. そうだったね。あ、now ちょっといじってたからか。えっ、ー、と、ナウナウスト s そうですね。あまり破壊的なことはしない方がいいんで、こうしましょう。はい、できました。4でした。次こちらは2の5はできないそうです。まあそうですね。1桁の間は2倍していくことしかできません。 2,611は12でした。2の767090は111で OK です。さあ、じゃあやっていきましょう。clip.exe, c.py, b.py です。はい、Python ですよと。特に最近もしないし、気にしなくて OK。はい、じゃあどうでしょうか。だいたい16分ぐらい ?15 分ぐらいで4問解きましたね。はい。はい、AC です。ありがとうございました。じゃあ EFG, EX はまた別の動画で撮ります。お楽しみに。